チョココーヒーパピコは、江崎グリーコが1974年から発売している、チューブ型評価の商標である。食品衛生法上の種別は商品によって、評価、ラクトアイス、アイスミルクなど様々である。ホワイトサワー味食べやすいように設計されたチューブ型の容器に封入されている。容器は2本がつながって1セットになっているのが特徴。これは、 仲良く分け合って食べることを想定したものであり、特許を取得している。1セットが袋に入った商品と、小さいサイズ5セットが箱に入った、マルチパックとがある。パピコという名称に特に意味はなく、歯切れがよく明るいイメージの五感から採用された。かつては、ホワイトサワー味とチョココーヒー味の2種類が、レギュラー販売されていたが、一時チョココーヒー味のみが、レギュラーとなり、 ホワイトサワー味は春夏限定販売となった。2015年から秋冬に濃いホワイトサワーの販売を開始した。当時の白い色の評価は売れないというジンクスを子供向けの乳酸菌飲料味にすることで打破し、想定年齢層以外にも好評だったことから定番のチョココーヒー味の販売に踏み切った。当初は ガリガリした食感であったため成人した顧客の離脱があったが、1998年に滑らかな食感のフローズンスムージーに改良したところ、離脱者が減少し、売り上げが上昇した。しかし、かつての歯応えのあるイメージが蔓延していたため、その払拭を図って2016年の CM で、パピコはガリッとしていませんとアピールした。ありがとうございます。